なるほどね。ブラジルではタピオカはクレープ生地に使ってるんだにょんね。今度やってみようかな。お、やっと来たかにょん。行ってきます、ゆゆこ様。はい、帰りに牛乳買ってきてね。わかりました。いやー、遅れて悪かったのぜ。別に構わないにょんよ。タピオカの可能性についても作してたにょん。まだハマってたのか。もう1年以上飲んでるな。タピオカ粉は意外と、いろんな料理に使えるにょんよ。マリサにも教えてあげるにょん。おう。それはまた今度お願いするのぜ。それじゃあ、向かおうぜ。おうだにょん。適当に座ってちょうだい。それで、今日はどういったご用件なのかしら、二人とも？まずは、この前のお礼なのぜ。先日は、助けてくれてありがとうございました。ゆかり理事長。ふっ。あなたを助けたのは霊夢ちゃんよ、私じゃないわ。そんなことないです。理事長の知識がなければ。霊夢は。わかったわよ、でも本当。気にしなくていいわよ、それで。そのためだけに来たわけじゃないわよね。ああ、理事長に。聞きたいことがあってな。何かしら。話せることならいいけど、この前の小鳥箱。そして、霊夢に救う者について、知ってることを、教えてほしいのぜ。そうねー。一体、何のために知りたいのかしら？ただの興味本位。ってわけじゃないわよね。友達を、サナエを救いたいんだにょん。サナエちゃん。霊夢の救う者がいなくなったことと、サナエの失踪。同時期に起きてるんだにょん。何か関係があるのかもしれないんだ。救う者のこと？教えてくれだぜ。そう？わかったわ。そうねー。それじゃあ仙台巫女から聞いたお話でもしてあげるわ。霊夢の、母さんからの？一番付き合いの長い。マリサちゃんなら知ってるかもしれないけど、あの子たちは、この地を離れていた時期があるの。ああ。確か1、2年いなくなってたはずなのぜ。実はね。この前、霊夢ちゃんが子供の頃に、小鳥箱の被害に遭ったって話したけど、その事件のせいで、子供の霊夢ちゃんはあの神社が怖くなっちゃってね。確かに。あんなことがあったら、気持ちはわかるにょん。先代も霊夢ちゃんのことを考えて、しばらくこの土地を離れることにしたのよ。もちろん、荒らされたりしないように、私と一緒にあの神社に結界を施してからね。そうだったのぜ。うっふ。昔の話よ。それで、霊夢ちゃんたちは、少し離れた田舎に引っ越したんだけど。これは、そこで体験したというお話よ。二人が移り住んだ場所はね、近くで土地開発なんかもあって、ベッドタウン化が始まった地域だったわ。そのせいか、よそから移り住む人が結構増えてたのよ。霊夢ちゃんが通ってた学校も、そうして転校してきた子がそれなりにいたらしいわ。ねえねえ、母さん。うん、どうしたの霊夢？学校の友達から聞いたんだけど、今日って何かあるの？そうなのよ。私たち以外にも移住してきた人も多いらしいから、地元の人と、越してきた人たちで親睦会をやろうってね。あと、なんか地域の行事、お祭り的なものもするとは聞いてたけど、私も行きたい。私はお仕事で帰りが夜になっちゃうから行けないけど、一人で大丈夫？一緒に行けないんだ。でも大丈夫。友達も来ると思うし、わかったわ。楽しんできてね。うん、行ってくるね。町の公民館かなんかでやるって言ってたけど、どこかなあ。あったあった、あそこね。
新しく移り住んだ子たち。ちょっとおじさんのところまで集まってもらえるかな？え、なんだろ。これでみんなかな？今日は来てくれてありがとうね。そろそろこの会もお開きなんだけど、その前にやることがあるんだ。なになに？今日はこの地区のお祭りでもあってね。そのお祭りの、ああ、巫女さんの役を誰かにやってほしいんだ。巫女？この地に馴染んでもらうためにも、せっかくなら新しく来た子たちの中からどうかなって。衣装や道具はこっちで準備してあるから、誰かやりたい子はいるかな？はい、私、やりたい。お、じゃあ君にお願いしようかな。お着替えして、お化粧したら写真でも撮っておこうか。後でお母さんにも見せなきゃね。わい、やった。それじゃあ、あとはこのカゴに乗ってね。神社まで運んだら、私たちは離れるから。そしたら君は社の中に入って、さっき話した通りお供え物とお酒を置いてね。は、はい。時間が来たらまた迎えに行くから、それまで遊んでたらいいよ。わかりました。結構登ってるな。山にある神社なのかな？夜になる前に帰れるといいけど、母さんに心配かけちゃうし。はぁ、なんか眠くなってきちゃったな。あ、やばいやばい、一瞬寝ちゃった。あれ、動いてない。もう着いちゃったかな？外に出てみよう。あ、やっぱり誰もいない。眠いけど、まずはやることやらないと。あれが社か。よいしょと、これでおしまいかな。か、母さんみたいに立派な巫女に。む、ん、で、む、か、さん、霊夢。あ、あれ、母さん、で、霊夢。よかった、もう、心配かけて、この子は。ここは、お家？どうして、送ってくれた人から大体の話は聞いたわ。はしゃぎすぎて眠っちゃったのね。うん、そうなのかな。それから霊夢ちゃんは高熱を出してしまって、数日学校を休んだの。その間地区の大人たちが、何度かお見舞いに来たらしいわ。体の調子はどうか、変な夢を見てうなされたりしないかなんて聞いてきてね。その他にも、あの祭りで使った衣装を、霊夢ちゃんが気に入ってたからって持ってきたり、神社のお守り、お供え物なんかもくれたらしいわ。そして、ようやく回復した霊夢ちゃんが学校に行った日のことよ。今、あ、霊夢お帰り。うん、どうしたの？久しぶりの学校、楽しくなかった？まるまるちゃんが、昨日、亡くなったんだって。まるまるちゃんって、お見舞いに来てくれてた人の。そう、なのね。仲良くしてもらったし、お世話にもなった。辛いけど、葬儀に行ってあげないとね。うん。なんでお前が言ってるんだ？どうしてうちの子が連れてかれるの？印はどうしたんだ？お預かりしていた衣装もお返し。嘘だ、こんなの嘘だー。
思うけど。あの人を恨んだりしちゃダメよ、と。どういうこと？自分の子供が、自分より先に亡くなったら、誰だって悲しくて。おかしくなるわ、母さんだって。霊夢にもしものことがあったら。ね。うん。わかった。かわいそうだけど、今回は手が出せなかったわ。え？何？なんでもないわ。さ、帰るわよ。その後しばらくして、霊夢ちゃんたちはこの町に帰ってきたのよ。そんなことが。辛い。にょんね。でもね、被害に遭った家は、ある意味自業自得なのよ。どういう意味なのぜ？気づかなかったかしら？あの祭りの意味。腰に乗って、神様のいる社に運ばれて、酒とお供えと一緒に一人で残される白い着物に白い被り物の娘って言ったら、それはつまり、あ、そういうことかにょん。おそらくは山の神か何かに、霊夢を捧げようとしたんでしょうね。だけど、霊夢の救っていたものの力が強く、手が出せなかった。あいつは封じられているとはいえ、相当の化け物だからね、捧げ物を得られなかった山の神が怒り、別な子を持って行ってしまった。おそらくその家は、その山の神に家を捧げることで何かしらの利益を得る。もしくは、被害に遭わない契約を、していたんじゃないかしら。だから、よそから来た子を集めたってか。胸クソ悪いな。でも、自分の子が犠牲になるくらいならって、苦肉の策だったのかもしれないにょん。そうよ、先代もうすうす気づいてたんでしょうね。それからしばらく、その家では不幸が続いたようね。先代も契約に関することには、ほとんど手が出せないからね。これを、あなたたちなら、もう見えるんじゃないかしら？これは、そういうことよ。さ、この話はこれでおしまい。話してくれてありがとうございます。ゆかり理事長。そう？それじゃあもう一つ教えてあげる。お、なんだぜ？実は霊夢ちゃんたちがいない間の神社だけどね、私の娘がたまに手入れしてたのよ。へぇ、そうなんですね。狐好きの娘でね、いろいろいじってたみたいで、そのおかげで、あそこは狐にとって、住みやすい環境になってるわけよ。あ、なるほど。だからか、